久しぶり。こんな日に隣村まで友達の病気にあげまさるなんて、ご立派な方です。まったく厳格者です。私よりいつもお若いんだが、そこはやっぱり宗教を信じている者の信念というか、とても我々にはああいう真似はできませんよ。今日中にお帰りになられますかしら。今晩は柱屋お泊まりですよ。この雪じゃ白老島に越すのは無理でしょう。そうなさるといいんですが、明日授業があるからといって無理に。いや、それで今電話をかけてあるんです。私が変わるから。あなた方のお母さんですか、亡くなられた方は。じゃあ親戚の方ですか。そうしますと身内の方はどなたもいらっしゃらないんですか。あそこにいる孫だけですか。ばあさんはこの子一人だけだって言ってただ。村長様に頼んでどうか孤児院にでも入れてもらうつもりでいるが、この村じゃどうにも手がつけられねえでな。かわいそうに聞こえるじゃないか。なに、半分バカだから構いっこねえだよ。めくらで推しみてえに物も言わねえだよ。死んだばあさんもつんぼでな。何かの因果にちげえねえだよ。
美智子のお土産、お前のお姉ちゃんだよ。あなたはまた何をしょい込んでらっしゃるの。なんと期待でねえか。あなた、あなた、一体その子をどうなさるおつもり。この子の姿を見てごらん。実に純粋だ。まるで赤ん坊が母親の乳房を握っている時と同じじゃないか。私は昨夜もこの姿を見ているうち引き取る決心をしたんだ。たった今私は神に感謝をしてきたとこなんだ。分かってくれるね。いいんだよ、あの子は何も分からないんだ。いいえ、何も言うことなんかありませんわ。お前に相談しないで引き取ったのは悪かったかもしれない。しかしこの子をあのまま売っちゃっては帰れなかったのだ。じゃあそれでいいじゃありませんか。どうせ私なんか平凡な女ですわ。あなたの深いお考えなんか私には分かりませんもの。ねえお父ちゃん、この人あたいの姉ちゃんなの。そうよ、だから仲良くしてあげなさいよ。美智子、美智子、こっちいらっしゃい。まあ、このシラミ。あっちの部屋を掃除しておくれ。あの娘にシラミが湧いてるんだよ。奥様、シラミがいるだか。これこれ、もう少し静かにできないか。どうしてあんな声出すの。知りませんよ、父ちゃんに聞いてごらんなさい。あっち行ってもいい。あのね、すまないがあの子に食事の支度をしてやってくれないか。お父ちゃん、この人どこにいたの。うん、遠い遠い雪の中にいたの。姉ちゃんだってこと分かったの。それはね、あの方が教えてくださったんだよ。ところをお呼び立てしまして。いや、小遣いに聞きましたが。先生、私のお姉ちゃんのお目々直してよ。おや、美智子ちゃんのお姉ちゃん。はいはい、すぐ見てあげますよ。近所の者がバカだバカだと言っとるんですが、うん、どうも私の見たところではそうじゃなくて、不幸な環境がそういうふうにしたんじゃないかと思うんですよね。医学の歴史にも稀には見る話です。
じゃあ拝見しましょう。じゃない。しかしよほど怯えていますね。そうですか。今夜はできるだけ安静にしてやりましょう。あなたはいくつですか。あなたの名前は。お父さんやお母さんは。耳と口は何ともないと思いますが、ただ心配なのは知能の程度ですがな。あ、ちょうどいいところをお気づきになった。早速食べさせてみましょう。美智子。はい。さあ早く。まだ念にしなかったの。あたいお休みを忘れたの。さっきそう言ったじゃないの。あたいの姉ちゃんに。ほう、美智子は偉かったね。もう姉ちゃんお念にしたから明日そう言ってあげなさい。早速調べてみましたが、フランス人の哲学者でコンジャックという人の本に感覚論というのがあります。あの娘の教育には非常に参考になると思いますが、人知の創造というようなことをまあ哲学的に体系づけたもんで、しかしいずれにしても大変な努力がいりますな。私は哲学に代わる強い愛情があると自信を持っているのですよ。しかし差し当たりどんなところから教育を始めたらいいもんですか。
それは指で物を触らせて、ごく簡単な直感力から教育したらいいんじゃないですかな。目が見えないというだけだから、そんなに骨は折れませないよ。あの子は確かに音には鋭い感覚を持っているように思うのです。この上、目を開けさすことさえできたら。早速札幌にいる眼科の友人に一度来診するよう頼んでみましょう。そして雪でも溶けたら、東京の病院へ連れて行くんですよ。それじゃあ私もこれを始めますかな。あ、そう。東京といえば弟さんがいらっしゃるから何かにつけて便利ですな。はあ。あ、こっちも行け。お宅からお使いにさ。うん。旦那様、奥様がすぐ帰ってくださいとおっしゃいましただ。おひで、どうしたんだ、一体。旦那様のお言いつけ通り、あの目くらを風呂に入れて髪を洗ってやりましただよ。そしたらひっかくやら噛みつくやで、ほれこんなに。で、おら暇をもらうべえと奥様に言ったけんど。すまなかったな。まるで気違うのようでしたわ。おひでは暇をくれって言い出すし。あなたはうちのことなんかちっとも考えてくださらないんですもの。あつこ、お前は私の気持ちはよく分かっててくれるはずじゃないか。私は何もあの子を追い出してくれって言ってやしませんわ。ただ家庭が壊されるような気がしますの。もうしばらくの間辛抱しとくれ。あの子は何にも知らない赤ん坊なんだから。痛かった？お姉ちゃん留守してあげてね。みちこ、お姉ちゃん好き？大好きよ。だって今日みたいに暴れるときは嫌いだわ。ねえ、それより早くお名前をつけなきゃ。うん、お父ちゃんすっかり忘れてた。みちこ、どんな名前が好き？そうね、お雪の中から連れてきたんだから、ゆきこちゃんにしましょうよ。うん、ゆきこちゃん。みちこが好きならそういうふうにしましょう。みちこ、みちこ、早くおやすみなさい。じゃあゆきこちゃんにしましょうね。
ママ人形は美智子。私お姉ちゃんに貸してあるの。また壊されますよ。お父ちゃん、私寝るんだけど、お人形返してもらってもいい？うん、それはいいとも。美智子の大事なお人形だもの。さあ、返してあげ。美智子もだからね。また貸してあげるからね、お姉ちゃん。あら、腕が取れてるわ。お姉ちゃんを堪にしてあげ。お父ちゃんもっといいのを買ってあげるからね。お父ちゃん、おやすみ。はい、おやすみ。美智子姉ちゃん、おやすみ。美智子偉いね。さあ、早くやる。今日もおっしゃいませんでした？牧師さんばかりでなく、どなたもおっしゃらないんですもの。私には見えないと思って、私が悲しむとでも思ってらっしゃるのね。そんなことはない、美智子。美しいことに誰も気がつかないんだよ。いいわ、だって私にはちゃんと分かってますのよ。ほら、あんなに小鳥がさえずってますわ。私には小鳥の言ってることがよくわかりますの。目の見えるものはお前ほどよく鳥の声が聞こえないんだよ。どうして他の生き物は歌わないんでしょう。
それはね、鳥は空高く飛ぶことができるんだ。鳥だけですか、空を飛ぶのは。うん、蝶々もいるよ。じゃあ蝶々も歌いますね。いや、蝶々は歌わないけれど、他の方法で喜びを表しているんだ。羽には綺麗な模様が書いてあるんだよ。模様って何ですの。さあ、ってわかりますか。今のいい子にはちょっと難しいことなんだ。もっと勉強すればきっと分かってくれる。弟の手紙によると、ユキコは珍しいタイプのめくららしいんですね。それで本人を連れてぜひ上京しろと言ってきてるんですよ。ああ、そうですか。そうなさるんですね。その後ユキコさんの心配はいかがですか。近頃は色彩を知りたがって、その説明でほとほと参ってるんですよ。ああ、それは大したもんですな。色の説明、そうですな。音楽で説明できるんじゃないでしょうか。例えば、澄んだ音は白とか、濁った音は黒とか。まあ、できるだけ本人を音楽に親しませるようにするんですな。なるほど。あ、今札幌で東京のカルタルの演奏会があります。出し物は確かベートーベンの田園交響楽でした。
私には顔が美しいとか美しくないとかはどうでもいいんだよ。なぜですの？魂の美しさだけで十分なのだ。やっぱり先生は醜い娘だって私に思い込ませておきたいんだ。ユキコ、お前は自分でよく知ってるじゃないか。美しい娘だって。またユキコさんのだね。レコード買ってやったり着物買ってやったり、旦那様は近頃美智子さんより可愛がってるだな奥様。ねえ、鳥がないと。あれ鳥なの？ねえ、猫じゃねえ。みちこ、みちこ、いつまでレコードかけてんの？早くおやすみなさい。おやすみ。なんです、別荘帰って。いつまでもゆきこのところになんか行ってるんじゃありません。それがお分かりでしたら、ゆき子のことばっかり考えないで、もう少し家庭のことも考えてくださいます。みち子はかわいそうですわ。この頃は女中まで変に言うんですもん。ねえ、あつこ、そういうものの言い方はしないのくれ。ゆき子を音楽会へ連れてったのがいけなかったのかい？あなたはあの子に夢中になっていらっしゃるんですもの。美智子にはあの十分の一のこともしてくださいませんわ。そんなことはない。もっと大きな気持ちでゆき子のことを考えてやっておくれ。ねえ、あつこ。いいえ、何も申し上げることはありません。私は前にも申し上げたはずですわ。いつかは家庭がこんな風に冷たくなりゃしないかって。それはお前の誤解だよ。ねえ、あつこ。私はゆき子を愛してるよ。それは誰の目にも恥ずかしくない愛だと思ってる。分かってくれるだろ。ゆき子、もうお休み。先生。ゆき子、心配しなくてもいいんだよ。ほら、先生は泣いてなんかいないだろ。その娘の世話で大変でしたでしょ。そのせいか少し痩せましたね。まあそれに女中のおひでが暇を取ったもんですから。兄さんの努力は大したもんでしてね。その娘は初めはそれは小猿のようでしたよ。そうでしたか。お姉ちゃん、早く東京のおじちゃんにご挨拶しなきゃよ。ねえ、早く。いらっしゃいませ。
新次さん、美しくてびっくりしたでしょ。姉ちゃん恥ずかしいんだって。ゆきこ、ゆきこ、ゆきこさん、ゆきこさん。ゆきこさん、一人でよくこんな野原が歩けますね。僕と一緒に散歩しませんか。じゃあ、私がご案内しますわ。めぐらが、めぐらに案内されるなんて。あ、そんなことしたと先生に言いつけますよ。先生はいつも、めぐらは見る子を知らないとおっしゃってますもん。ごめんなさい、ゆきこさん。私、この野原を新次さんよりもよく知ってますわ。ほら、あそこの木の枝に小鳥の巣がありますわ。それから、その川はとても美しいでしょ。ダメですわ。私の言うことちっとも聞いてないです。あなたは美しいですね。あなたは自分の姿を見たいと思いませんか。ただいま。どうして姉ちゃんと遊んであげなかったの？だって東京のちゃんと早くからも行ったわ。この地上だってあなたが想像しているように美しいことばかりじゃない。いろいろな罪悪や醜悪なことでいっぱいだ。だからといって人間を否定することはできない。ゆきこさんはまだ何も知らないんだね。人を騙したり殺し合ったり、つまり人間同士の闘争なんだよ。それが世界の歴史なんだ。だから僕なんかは生きがいを感じるんだよ。この社会に生き抜くことが非常に幸福なんだ。アンチの主義とは違うかもしれない。それが兄貴の夢なんだよ。
みたいな。あ、レイおった。レイなんかいらないよ。僕がついてるんだ。意地悪。意地悪。ごめんごめん。いや、悪くしちゃいや。いやいや。ゆきこさん、僕の言うこと聞くかい？何？早く東京の病院で目を見てもらうことだ。そしてあなたに東京を見せてやりたいんだ。だって私の目はダメなのよ、きっと。先生だって諦めになってらっしゃるのだ。そんなことあるのか。きっと迷惑してみた。そしたら嬉しいわ。でも先生にご相談しなくてなりませんわね。今日はお早いお帰りですね。うん。新次はまだか。新次、私はお前の思想でユキコの気持ちを乱したくないんだ。あの子は善良で無邪気なんだ。それに私には責任がある。お前の行為は卑劣だと思うんだ。卑劣ですって？それは僕の思想と兄さんの思想は違う。だけど僕は、僕の信念を持ってユキコさんを強くしたいと思っているんです。あの娘の目は確かに開きます。その時兄さんの思想であの娘は幸福になれると思いますか？まさかお前はあの子に目が開くなんて言わなかったろうね。言いました。なぜ兄さんはすぐ手術をしてやらないんです？だからお前は若いんだ。もしあの子の手術が失敗したらどうなる？兄さんはもっと近代の科学を信頼できないんですか？あるいは現代の医学が一個の目を開けることができるかもしれない。まあしかしそれがすぐ一個の幸福と言えるかどうかは大きな疑問だ。一個自身も決して無理に目を開こうとは考えてないんだ。あれはあのままで十分幸せなんだ。何でもいい。今日限りユキコに接することはやめてもらいたいんだ。あの子には私が必要だ。純真なユキコを傷つけたくはないんだ。これは両親の問題だ。私に誓ってもらいたい。じゃあなぜ兄さんは医者に相談してくれと言ってよこしたんです？それはあの時はそう思ったんだ。兄弟久しぶりであってこの上論争はしたくない。私はお前の理論に勝とうとは思ってない。分かってくれるか？兄さんはユキコさんを愛していますね。誰よりも愛しているつもりだ。自分の子供としてですか？もちろんそうだと思う。しかし兄さんの愛情でユキコさんの精神はどうなるの？ユキコのことは誰よりも先に私が感じるのだ。あれだって私を父として信頼している。父が娘の精神を犠牲にするなんて。だってお前はユキコを知らない。私の両親は決してお前の行動を許さない。では兄さんのおっしゃる通りします。僕は東京へ帰りましょう。新次さんはどうして急に東京お帰りになったんでしょうね。
新次さんは由紀子と結婚したいって言ってらっしゃいましたわよ。それに東京に連れてって目の手術をしてやりたいって言ってらっしゃいましたよ。私もそう思いましたけど、あなたが。私が？ええ、多分あなたがお許しにならないってそう申し上げましたわ。あなたにとってユキコは誰よりも大切なんですもの。坊やよりも、ミチコよりも。お話って何ですの？シンジは、お前を愛してたんだよ。知ってました？結婚までしようと思ってたんだよ。みんな分かってました。東京帰りになった方がいいわ。私はめくらですもの。ユキコは新庄好きだったの？あ、私が好きなのは先生だけだってよくご承知のくせに。新庄さん、そのことご存知だったかしら？誰だって知ってるさ。そんなふうにおっしゃって私を安心させようとなさいますもんね。ね、先生はどうして私に本当のことを話してくださいませんの？先生は世の中美しいとおっしゃって決して汚いとはおっしゃいませんでしたわね。嘘のような気がしますわ。美しいどころか人間の罪で罪悪で汚れてるんじゃないんですか？
さんですね。院長さんがお呼びですね。はい。兄さんじゃありませんか。いつ東京へ。新次、お前に頼みたいことがある。先生、お出かけになりました。私におりますから気をつけてよくお休みにならないといけませんよ。いや、先生でなくちゃ。いやいや、だって兄さんはあんなにゆき子さんを愛していたじゃありませんか。目くらとして、それなのに手術をするなんて、その行為はゆき子さんにあまり残酷すぎると思うんです。兄さんはあの時僕に何と言いました。僕の行為は卑劣だ、両親の問題だと言われたでしょう。兄さんの今の考えこそ卑劣です。兄さんの強い信念はどうしたんですか。ゆき子さんがかわいそうだと思わないですか。兄さん、新次、私は今夜北海道へ帰るつもりだ。北海道へ。私には大切な学校がある。手術が終わるまでユキコを頼む。待ってください、兄さん。美智子によろしくって、それで明日いよいよ手術をします。まあお母ちゃん、本当にお目目が治るといいわね。この間の結膜脳の細菌検査も完全ですし、涙も調べましたらとても綺麗な涙なんですよ。でもまだマスターが下がってるんで、博士は少しご心配のようでした。お入りにならないんですか。今日はちょっと忙しいんです。この花を僕からだと言わないで渡してくれませんか。手術は明日3時でしたね。
ヘーゲル。グレープ。できましたわね。そうです、もうすぐ見られますよ。今先生の夢を見ましたの。お美しい方ですわね。目を開けてごらんなさい。見えますよ。斉藤君、成功だ。静かに、興奮しちゃいけません。見えるわ、見えるわ。
あつこ、手術が成功したそうだ。まあ嬉しいわね。あなたはこれからユキコをどうなさるおつもり？あっちへ残しておいて学校やるつもりだ。シンジにもそう言ってやったよ。私もそうしたらと思ってましたわ。シンジさんきっとお世話なさいますわ。
れかつて起きてなくして生まれたれど、戒めきたりしとき罪は生き我は死にたり。